アンドザイツアーソシエーテッドカルチュラルモニュメンツレボチアンドザーアークオブマスターポール・インスピス世界遺産登録1レボチャ歴史地区スピシュスキーお及びその関連する文化財は中世の東ヨーロッパにおける集落の様子を伝えているスロバキアの世界遺産である1993年にスピシュスキーおよび関連する文化財がまず登録され2009年に レボチャ及びスピシュ地方の名工パボルの作品が拡大登録された。この世界遺産は以下の2つの構成資産によって成り立っている。スピシュスキー場及び関連する文化財はスピシュスキー場とその城下町にあたる町村に残る歴史的建造物群を対象としており、1993年に登録された。から プレショにまたがる1300.0073ヘクタールが対象である。スピシュスキー城スピシュスキー城は、タタール人の信仰に対抗するために、13世紀前半に建造されたものである。後の時代には何度も、改修や増築が行われ、当初ロマネスク様式の制度などを備えていた城に、ゴシック様式、ルネサンス様式、 バロック様式の要素などが順次付け加えられていった。1780年に火災にあった後は廃墟となり、一時は採石場代わりに使われていたことすらあったが、1961年に国の文化財に指定された。ただし、ビロード革命前後の混乱などが保護政策にも影響し、1970年代から行われていた。 修復作業が中断されるなどの問題も起こった。スピシュス系ポドフラジエスピシュス系ポドフラジエは、スピシュスキー場の後部要塞から伸びる道を降りていった、先にある麓の町で、ロマネスク様式の教区制度が残る。後日の宗教都市、スピシュスカーカピトラとの対比で、経済都市として発達してきた。15世紀には、繊維産業で大いに賑にわったものの、 16世紀の大化のせいで、現在残る街並みには、ルネサンス様式で再建された時の建造物群が多く残る。スピシュスカーカピトラスピシュスカーカピトラは12世紀に成立した街で、もともとは要塞化された集落が聖職者のための居住地区とされていたが、後に成長し、現在ではスピシュス系ポドフラジエもこの街の一部である。15世紀までは、 スピシュスキー上主の住居を兼ねていた聖マルティヌス、修道院があった町で、聖マルティヌス大聖堂は、スピシュ地方の主教座聖堂となり、今なお、地方の宗教的中心地とされている。この大聖堂はもともとロマネスク様式で建てられたが、スピシュスキー城と同じ区港台の改修や増築によって、ゴシック様式やバロック様式などの要素も見られる。ジェフラ・ジェフラは、 スピシュスキー場の南東 5km に位置し、かつて城の敷地として扱われていた村落だが、スピシュ地方のスロバキア人集落としては、最古の部類に入ると指摘されている。ジェフラには1245年から1275年まで、かけて建造された高キロマネスク様式と、初期ゴシック様式を合わせ持つ、精霊制度が残り、 修復工事中に発見された13世紀後半から15世紀に描かれたフレスコ画が特筆に値するものと評価されている。内装には16世紀の初期バロック様式の木造祭壇など、後の時代に付け加えられた要素も見られる。レボチャ及びスピッシュ地方の名工パボルの作品は2009年に拡大登録された地域であり、 プレ証券の51.2179ヘクタールが登録対象である。レボチャは13世紀から14世紀にかけて成立した町で自由都市となったのは1323年のことであった。城壁で囲まれたレボチャの旧市街は町並みも城壁も中世の様子がよく保たれており、スロバキアの中世都市の中では最良の保存状態とも言われている。 旧市街は四角い広場を中心としており、それを取り囲むのが市場跡、聖ヤコブ教区制度、福音主義教会、市聴者などである。特に聖ヤコブ教区制度はスロバキアで2番目に大きい制度であり、そこに残る木造祭壇を手掛けたのが15世紀から16世紀に活動した地元出身の彫刻家名校パボルである。 パボルの木造祭壇は高さ18メートルを超える巨大なもので色鮮やかなその祭壇は後期ゴシック様式に属する傑作と評価されている。パボルは約10年聖ヤコブ教区聖堂の装飾に携わったが、後には他の聖堂でも様々な作品を残している。スロバキアがチェコと正式に分離独立したのは1993年で世界遺産条約の 承継の通告を行ったのは同年3月31日のことだったが、スピシュスキー城などの推薦書は、チェコスロバキア時代の1991年9月26日に提出されていた。この推薦に対し、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は登録を勧告し、1993年の第17回世界遺産委員会で、 ブルコリニエツなどとともに、スロバキアとしては、初の世界遺産として登録された。世界遺産としての当初の正式登録名は、スプチスキーラド、アンドイッツアソシエーテッドカルチュラルモニュメンツ、スプチスキーラドイセモニュメンツカルチャールズアセスイエであった。その日本語訳としては、などがあった。二0二年には、拡大登録のために、レボチャ及び、スピッシュ地方の名工パボルの作品が、 世界遺産の暫定リストに記載され、2007年1月26日に正式推薦された。アイコモスは、この推薦資産は、従来のスピッシュスキー場などの世界遺産の価値を強化するものと認め、やはり登録を勧告し、2009年の第33回世界遺産委員会で、拡大登録が認められた。これに伴い、正式登録名は、レボチ。 スプチスキーラドザアソシエーテッドカルチュラルモニュメンツ、レボチ、スプチスキーラドイレモニュメンツカルチャールズアセスイエとなった。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。レボチャとスピッシュスキー場、レボチャへと続くスピッシュスキーポドフラジエ、スピッシュスカーカピトゥラ、ジェフラの文化財、 並びに、スピッシュ地方の名工パボルの作品群は、軍事的、政治的、宗教的、商業的、文化的機能の面で、東ヨーロッパにおける中世的集落の特徴を備えており、保存状態の極めて良好な新生の建造物群の顕著な例状を構成している。ありがとうございます。